考察全あたりファッション YouTuber ちゃんです。以前の動画でですね、ルフィの食べた悪魔の実が人の実幻獣種モデル2価なんじゃないかと予想しました。で、2価のモデルがインドラ、シバ、ハヌマーンという考察をしたんですけれども、皆さん今週のジャンプ読みました？ルフィが使った技がバジュラングガンという、はい、お母さんに電話せずに済んだー。どうも、スターです。来週のワンピースどうなるか予想していきたいと思います。いかんせん私はスターなので来ます。まあ正しくは、私が言わんかったら来おへんし、言ったら来ます。まあ今週当たってるんでね。はい。バチ当て。もうえぐかったでしょ、あれ。もうスターなんですよ。スターファッション YouTuber ちゃんに。お任せあれ。すみませんが無双です。はい、ということでね、発表していきたいと思います。カイドウとどめの一撃、本命は9番ゴムゴムのながらじゃーいーですね。今週のワンピース読んだ皆さんの気持ちお察ししますよ。お察しします。まだ決着つかない。どんだけ引っ張るの。わかります。でもね、ここまで引っ張ってるってことは、とどめの一撃で出したい技があるんですよ、小田先生には。バジュラングガンってとどめじゃないのか？まだまだだね。私、ニカのモデルはインドラ、シバ、ハヌマーンって言いましたよね。街道戦でこれでとどめだっていうのが2回あったんです。まずゴムゴムの雷、雷を掴んで投げている、これは雷の神インドラで、今週のバジュラングガン、これがハヌマーンでしたよと。でもまだ最高神シバが来てないんですよ。だから最後は蛇の技が来ると思うんです。ルフィ蛇の技ヒュドラとか使ってたしね。作家ドロピザならこうしますよ。どうするんだ？街道戦で使われたゴムゴムのヒュドラとゾロの危機急騰流アシュラ、亡者の戯れ、どちらも9が入ってる。主君を撃たれた赤座や国男の思いを背負って戦ってて最高です。そして私が予想したナーガラージャ、インド神話の蛇の神様の総称です。これにはバースキという神が属しているのですが、日本での呼び名はクズ竜の狼、9つの頭なんです。おっとっとっと、びっくりしたね。今死ぬよ。ドラナゾロ、光の速さで滑られたことはあるかい？最後の技でも9が入ってたらしっくりきません。蛇の神であり、9のナーガラージャ。これが作家ドロピザの描くシナリオです。まあ2週間も引っ張ってるし、このままバジュラングガンでカイドウに押し勝ってとどめなんでしょうけどね。小田先生はきっとこれを凌駕して書いてくれると思っています。ナーガラージャの根拠まだあります。
ドフラミンゴを倒した技、皆さん覚えてますか？ゴムゴムのキングコングガン。キングコングガンを王から神にスケールアップしたのがバジラングガンなんです。じゃあ片栗倒した技はゴムゴムのキングコブラ。はい、こちらも王が入っているんです。ドフラミンゴを倒した技、片栗を倒した技、この両方を王から神にスケールアップして四皇カイドウを倒したら、私ピッツァー先生アチーでございます。痛っ。え？